何を謝っていくかというと、中国を殺したわけじゃないですか、はい、南部事件やめろっていうのにやった、ミサイル発射するなっていうのにやった前回の話ですけどもね、もう最低限の言葉を使ってアメリカを挑発し、日本を挑発し、韓国を挑発したんだけれども、結局こっちの隊列は全然乱れなかったと。で、中国からはそっぽ吹かれて、金融も締め付けられそうになったと。だから私はね、金正恩がさすがにこのままだと自分の体制が危ないと思った可能性があると思います。つまり自分の体制を周囲から認めてもらうためにですね、一生懸命恫喝をしたのに全然周りが動かなかったと。なおかつ今まで北朝鮮という国を支えてくれていた中国がですね、そっと向き始めて、中国国内にもですね、北朝鮮けしからんのが高まっていると。これもどう考えても中国とよりを戻し、その上でですね、中国が主張する六か国協議、その先には何が待っているかと、非核化っていうのはね、中国は北朝鮮に要求しているわけで、もしかしたらこれに乗ってくる可能性がありますよね、はい、一人の人が絶対的な権力を持っている国なので、その人が決断すれば方針が劇的に変わる可能性があるわけじゃないですか、つまりリビアのカダフィがね、そうであったように、またミャンマーのテン・フセインがそうであったように、その人が決めれば大きく事態が動く可能性がありますよね、はい、でもちろんその金正恩の体制がそれほど金正恩一人で動かしているかどうかはわからないことなんですけども、状況としては似てます、はい、ということは展開の仕方によっては北朝鮮情勢が非常に大きく動く可能性があるということですね、はい、で飯島さんがこの前言ってですね、まあ、韓国なんかからなんかこう来て役に立ったみたいな批判を受けたらしいんですけど、考えてみるとあそこら辺からね、金正恩の体制